2024年も残るは J1 の試合、J2 の昇格プレーオフなどを残すのみとなっていますが、今シーズン非常に苦しい戦いを強いられてしまい、 J3 降格の屈辱を味わってしまったのがザスパクサツ群馬です。どうも晩年ベンチを温め続けている補欠カラスです。今回はザスパクサツ群馬がなぜ J3 に降格してしまったかの理由を様々な観点からまとめていきます。苦しい時期を乗り越えて希望に満ちていた2023年、現在ザスパクサツ群馬というクラブ名で活動するチームは、2005年に当時はザスパクサツというクラブ名で J2 へと参入してきました。その後 J1 昇格のチャンスはなかなか訪れることはなく、 J2 でも下位に沈んでいたザスパはついに2017年、クラブ史上初となる J3 降格となってしまいます。それでも2019年に J3 で2位となり、再び J2 の舞台に戻っていたザスパは、2020年から2022年の3シーズンは毎年ギリギリで J2 に残留するような戦いを見せていて、クラブが浮上するきっかけを見出せずにいました。しかしその流れが変わったのが2023年のことでした。2022年からクラブの指揮を取っていた組長こと大槻剛監督のもと、シーズン途中には11戦無敗などを記録し、プレーオフ圏内にも一時的ではあったものの順位を上げるなど、近年のザスパでは見られなかったような躍進を遂げ、前年の20位から11位にまでジャンプアップしてみせたのです。こうして結果を出した大槻監督はシーズン終了後のインタビューでチームの戦術について、ボールを持ってなくても攻撃できるから守備で、ボールにアタックすれば攻撃になるから、それはエリアによりますけど、だから僕はボールを持ってなくても攻撃はできるという言い方をする。それはもちろんうまくいけばの話だけど、とこだわっている部分について語った上で、またインタビュアーから、短い時間短いセンテンスで本質的なことを選手に理解させることは簡単ではないと思います。何か秘策をお持ちなんですかと聞かれていた大槻監督は、なんだろう、でもその1回1回で伝えるだけじゃなくて、1週間の準備の中でキーワードだったり見なきゃいけないところを伝えられるから、選手もそういうのを気にしてプレーしてくれていて、その準備が実際の試合で違っていた時にはこれ違うなって、うちの選手はそういうところがすごく柔軟性があるから、違った時にもなんだ違うじゃんというよりは、じゃあどうするかという雰囲気を出してくれる、そういうのはありがたいですよね、というように選手たちの柔軟性の高さを評価していました。そして当然ながら2024年も大槻監督の続投が決まり、クラブ史上初となる J1 昇格のチャンスもあるのではないかと大きな期待を集めていたのです。実際大槻監督は2024年の新体制発表会で、日々のトレーニングの積み重ねが一人一人の成長につながり、チームの成長につながるということ、オール群馬でさらなる高みを目指すと力強く意気込みを語っていたのでした。しかし2024年のザスパは波乱万丈のシーズンを過ごすことになってしまいます。いきなり報じられた大槻監督のパワハラ疑惑、まずザスパにとって大きな激震が走ったのは、開幕戦を終えた直後2月29日に発売された週刊誌で大槻監督によるパワハラ疑惑が報じられたことでした。この記事によると、大槻監督からのパワハラ被害を訴えたのがザスパにチームスタッフとして勤めていた男性 A さんで、外面はいいのでサポーターやスポンサーからはすごく評判のいい監督でした。でもチームスタッフに対して当たりがきつく、常に文句を言っているような人なんです。連日暴言を吐かれる中で嫌気がさし、チームを辞める決意をしました、というように外に見せる顔とは違い、大槻監督がスタッフに対して日常的にパワハラに当たるような言動を繰り返していたと証言したのです。また A さんは続けて、私は2022年から2年間ザスパでマネージャーとして働いていました。その間大槻監督からは、1年目の分際でよく俺と対等に話せるななど毎日のように暴言を吐かれ続けたんです。スタッフは奴隷契約だからとも言われました。実際1年目は朝6時半から夜の9時頃まで働く生活、そんな中で奴隷契約と言われた時はゾッとしましたね、とまるでブラック企業で働いているかのような扱いをされていたと証言した上で、昨年夏練習試合の集合時間が前日に変更になり、私がチームに一斉連絡をしたことがありました。しかし翌日、大槻のお気に入りの選手が遅刻してきたんです。その選手にも集合時間が変わったことを伝えていましたが、なぜか大槻から遅刻を私のせいにされ、 A が悪いとみんなの前で叱責された。大槻は選手らにも使える駒がいない、ベンチ外の選手の練習なんか俺は考えないと暴言を吐いていました。大槻のことを嫌う選手も少なくないですが、監督として結果も残しているので、大槻のワンマンチームのようになっていきました。彼に対して何も言えない空気があったんです、というように大槻監督は独裁政権のような状態でクラブを仕切っていて、周囲も結果を出していたことから歯向かうことができない状況になっていたとのことでした。結局こうしたパワハラに限界を迎えた A さんは、大槻監督体制が続くのであればチームを辞めると決意し、2023年シーズン終了後に退職しました。そして大槻監督によるパワハラ情報を入手した週刊誌側は、クラブに対して事実確認の質問状を送付したようですが、ザスパはその質問に対して、クラブに保管している当日のトレーニングの映像を確認し、当該の発言については確認できましたが、前後のやり取りを見ると高圧的ではなく、当該のスタッフにも確認したところ、ハラスメントとは思っていないとの回答を得ております、という回答をしたのだといいます。また大槻監督による奴隷契約などという過激な発言については、昨シーズンも在籍していた現職のスタッフ全員にヒアリングをしたところ、そのような発言は確認できませんでしたと否定をして、選手の遅刻を A さんの責任にしたことについても、こちらもヒアリングを実施しましたが叱責と思われるような発言は確認できませんでした、というように大槻監督の言葉を全体的に否定したのです。さらにザスパは後日改めて公式サイトで大槻監督のパワハラ疑惑に対する声明を発表し、選手スタッフへのヒアリングでパワーハラスメントとされるような行為は確認できませんでしたと強調すると、また本件に限らずハラスメントとされる行為や言動を受けた等の新たな訴えもございませんでした、というように全面的にパワハラ疑惑を否定したのでした。その上でザスパは、一部メディアへ情報提供されたとするスタッフに改めて事実関係の確認を行った結果、パワーハラスメントをされた認識はないとした上で、報道された一部メディアからの取材自体を受けておらず、写真も撮影されていないとのことでしたと、週刊誌の報道自体が作り話でありでっち上げであると主張したのです。こうしてシーズン開幕直後、大槻監督の進退が問われる可能性があった騒動が起きたわけですが、この騒動でサッカーに集中できなかったのか、ザスパは前年の勢いが全く感じられない戦いを開幕から見せてしまい、開幕から6戦未勝利とスタートダッシュに失敗してしまいます。サポーター激怒の
の事件から大月監督解任へ、そして1勝3分け7敗という成績で迎えた4月27日のビファーレン長崎戦でも敗れてしまったことで、ザスパは単独最下位に落ちてしまいました。すると当然ながらザスパサポーターは成績不振やフロントの運営方針などに対する不満がピークに達してしまい、ホームの正田醤油スタジアム群馬で行われた長崎戦の後、複数のゲート前に集まり、赤堀博社長と松本大樹強化本部長らにクラブ運営に関する説明を求めたのでした。というのも一部サポーターによれば、クラブ側とは4月7日の時点で長崎戦後に今後の方向性について話し合いの場を設ける約束を交わしていたのだといいます。しかしながら赤堀社長をはじめとするフロント責任者は長崎戦の終了後もサポーターの前に姿を現さなかったため、サポーターたちはフロントによる裏切りだとしてゲート前で待ち構えるという行動に出たのでした。そんな中サポーターたちはスタジアム周辺でサスパを返せ、不審にちゃんと向き合えなどと怒号を浴びせてチームバスを取り囲む事態にまで発展します。そのため選手や関係者はバスに乗り込める状態になかったため、わざわざタクシーを呼んでスタジアムを後にしたとも報じられました。そして試合終了からなんと4時間以上経過した午後8時20分頃、スタジアム正面入り口に集まった約100人のサポーターを前にようやく松本強化本部長が姿を見せると、私のマネジメント不足、多くの選手が残ってくれて今年こそはという思いでやってきたがうまくいっていない、30日に赤堀社長と私で話せることを話したいと歯切れの悪い説明を口にしたのでした。ただ赤堀社長はすでにスタジアムを去ったことを松本強化本部長が説明すると、サポーターからは大勢のサポーターが残っているのに帰るなんてひどい裏切りだなどといった怒号が再び飛び交ってしまい、松本強化本部長は謝るしかない、申し訳ないというように謝罪の言葉をただ繰り返すだけだったのです。その後4月30日にはサポーターカンファレンスが開催され、赤堀社長からはまず今の現状をどう認識しているかというご質問が一番多く寄せられております。正直に申し上げまして、トップチームがスタートダッシュに失敗したこと、これは事実です。不甲斐ない結果に終わっているという認識でおります。当初の目標から大きくかけ離れた進捗だというふうに認識をしています。ただ怪我人が多いということとか、チームの戦術戦略としてではなくて個人自ら失点を重ねているというようなこともデータとして事実です。ただこれは去年と比べて異常なことであると考えています。全くの想定外であり、皆様にとって期待外れの結果である点については本当に申し訳なく思っています。我々 J2 の注意というものをまだまだ狙っていきますけれども、今の結果は結果です。最下位という現状を極めて深刻に受け止めていますと苦しい現状を受け止めた上で、今後の対策などもサポーターとのやり取りの中で語っていたのでした。ただ長崎戦の後も2連敗に終わってしまった段階で、クラブはついに大月監督の解任を発表したのです。この解任についてクラブ公式で発表された声明では、今シーズン第14節終了時点で1勝3分け10敗となかなか勝ち切ることができず、5月6日の清水戦後に大月監督との対話を経て苦渋の決断ではありましたが、今回の決定に至りましたと説明した上で、昨シーズン11位にチームを躍進させたことについては紛れもなく大月監督の手腕によるものであり、改めて大月監督によるおよそ2年半の多大なるクラブへの尽力に深く感謝申し上げますというように大月監督への感謝も綴っていました。そして大月監督自身は解任にあたって、シーズン途中でチームを離れることになりました、2年4ヶ月大変お世話になりました、勝ち点を積み上げられない現状について責任を感じていますと謝罪の言葉から入り、クラブのスタッフなどへの感謝を述べた上で、特に毎試合サポートしていただき、いつもホームの試合でスタジアム入りする際に素晴らしい光景を作っていただいたサポーターの皆様には心より感謝いたします。私はあの光景にいつも勇気をいただきました。チームからは離れますが、ザスパ群馬の成長成功を心から願っていますというようにサポーターへの熱い思い、今後のザスパへ対するエールを送っていました。まさかの J3 降格、新体制で復活へ、このように開幕からわずか2ヶ月ほどで様々な事件が発生し、どん底まで落ちてしまったザスパでしたが、後任には武藤明ヘッドコーチが就任し再スタートを切りました。すると武藤監督は就任直後のインタビューで、大月監督をサポートしなきゃいけない立場だったのでしきれなかったという思いは正直あります、でも選手の表情を見ていたらこの先も一緒に頑張ろうと思ったので、選手のためにチームのために頑張ろうという思いで引き受けました。大月監督を支えてすごく勉強になったし、いろんなことを教えてもらいました。本当はもっともっと支えて今年結果を出せればというところだったんですけど、残念ではありますが、やってきた積み上げではあるので選手の力になれるようにという思いで頑張りたいと思っていますと大月監督の思いも背負って、ここから巻き返しを図りたいと語っていたのです。ただザスパには解任ブーストが訪れることなく、なんと武藤監督の下でもシーズン2勝しか積み上げることができず、第33節終了後には早々に J3 降格が決まってしまったのでした。すると降格が決まった直後、クラブ公式で赤堀社長が声明を発表しました。その声明では、2020年に復帰して以降5シーズンにわたり J2 の舞台で戦ってまいりましたが、このような結果となってしまい本当に申し訳ありません、心からお詫びを申し上げますというように謝罪の言葉から入った上で、昨シーズンは J2 最終順位11位でフィニッシュ、クラブとして初の J1 昇格プレーオフ圏争いも演じました。今シーズンはその流れを受け、今までにない期待と興奮の中で2月のシーズン開幕戦を迎えました。しかしながら第11節に20位となって以降、一度も最下位を脱することができず、本日の J3 自動降格圏内確定という不本意な結果を迎えるに至りましたと今シーズンの苦しい戦いを振り返りました。そんな中でもクラブを支えてくれた人たちについて赤堀社長は、ファン・サポーターの皆様におかれましては、チームがなかなか勝てない中、ホームでも遠いアウェイの地でも常に変わらぬ熱い声援でチームを鼓舞し励まし後押しし続けてくださいました。多大なるご声援をいただいたパートナー企業の皆様、今年は例年にない猛暑や悪天候が続く中でも献身的なサポートをいただいた運営サポートスタッフや設営撤収応援隊の皆様をはじめ、クラブを支えてくださった全ての方々の応援に改めて感謝を申し上げます。また選手監督はじめチームスタッフも決して下を向くことなく、日々の努力や創意工夫トレーニングを積み重ね、強化スタッフはチームマネジメントやスカウティング選手補強に奔走尽力し、事業スタッフも試合運営はじめ顧客様やスポンサーパートナーのため懸命に業務を遂行し続けてくれました。その努力
や行動に対し結果を持って報いることができなかったのは全て私の責任です。誠に申し訳ありません、というように感謝の言葉を綴り、結果が出なかった事実を自分の責任だと語ったのです。その上で赤堀社長は、本年は悲願の専用練習拠点 GCC The Spark も完成、事業拡大のため施設の指定管理業務や飲食、物販運営、リーシングなど新たな事業領域への挑戦をはじめ、チーム強化、事業一体の推進体制への移行、さらにアカデミーも直営化するなど、10年後を見据えさらなる飛躍に向けたスタートとなる記念すべき年でした。そんな中でこのような結果となること自体が全くの想定外でしたが、関係者全員がその事実をしっかり受け止め、その悔しさを胸に、まずは1年であるべきポジションに戻るべく、あらゆる変革、挑戦、努力、準備、実行を今この瞬間からスタートし、全力で取り組むことを誓います、と今後再びクラブが発展を遂げるため全力を尽くしていくと誓ったのでした。こうして過去最悪とも言っていいシーズンを過ごしてしまったザスパは、最終的に3勝9分け26敗の勝ち点18、2010年に最下位だった北九州の勝ち点15に次ぐ低い成績で J3 降格となりました。ただクラブはすでに次のステップへと進んでいて、今シーズン限りでの現役引退をザスパで発表した元日本代表ミッドフィルダーの細貝はじめさんを来年2月1日付で社長代行兼 GM に就任させて、4月の株主総会での承認を経て正式に代表取締役社長兼 GM に就任することを発表したのです。この異例の人事ですが、細貝さんは若堀社長から打診を受けた際のことをすごく嬉しかったと振り返っていて、僕がこのクラブをすごく好きだったからこそ嬉しかったし光栄に感じました。群馬県前橋市で育った僕がザスパ群馬でプレーできて、さらに県全体のサッカーが成長していかなければいけないと思っていた中で、このクラブで新しい仕事に携わっていける責任ある立場で群馬を良くしたいという思いで引き受けました、というように地元のクラブを復活させるため大きな仕事を引き受けることにしたと明かしていました。また赤堀社長は細貝さんに大役を任せた理由として、群馬県前橋市の出身であり、最後は群馬へ帰ってきて現役を終えたキャリアもあり、名実ともにザスパ再生の象徴として群馬サッカー界のシンボルに最もふさわしい人物である細貝さんに社長になっていただくのが最良の判断だと思いましたと地元のスターへの思いを語っています。しかしながらいきなり経営者となる細貝さんには懐疑的な意見が寄せられていて、それは細貝さんも理解はしているようで、やはりいろいろな目もあると思いますというように語っていました。それでも細貝さんは、今まで20年間も選手だったので本当にお前にできるのかと思われるケースはたくさんあると思っています。もちろん群馬が好きだからとか情熱はあるというだけではなく、自分がここにいる意味をより明確にして仕事に臨んでいきたい。例えばドイツのレバークーゼンやヘルタベルリンといった規模の大きいクラブの経験を少しでもこの群馬に落とし込みながらより拡大させていく、こうした長期的な形でクラブをいい方向に導いていけるように努力していきたいと、これまでの経験を生かしていきたいと意気込み、赤堀社長との二人三脚については、お互いをリスペクトし合って進んでいきたい、一方通行ではなくそれでいて仲良くやっていこうというわけでもない、意見があればお互い言い合いながら人と人がしっかりと接する中でクラブを良くしていきたい、もちろん僕自身も分からない件に関しては進んで学んでいく姿勢を忘れないようにしていきたいというように、しっかりと連携を取りながら強化を進めていきたいと語ったのでした。このように今シーズンは絶望のシーズンを起りましたが、来シーズンからは再スタートを切ることになったザスパには1年で J2 に復帰する姿を期待したいですね。皆さんは今後ザスパが復活するためには何が必要だと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。今回はザスパ草津群馬が J3 に降格してしまった理由についてまとめてみましたが、清水エスパルスの J1 昇格ストーリーについてまとめた動画も出しているのでぜひ見てみてください。というわけで僕は成り上がり目指して頑張ろうと思うので、応援してくれる優しい人はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さん、さようなら。